はい、皆さんこんにちは。とあばるチャンネルのなべです。たーです。いつもご視聴チャンネル登録本当にありがとうございます。今日はですね、つるバラのね、花穂剪定を行っていきたいかなというふうに思います。今ね、こちら見えておりますのが世界一愛されているバラ、ピエール・ドゥ・ロンサールですね。まあこのようにね、我が家はですね、まあ、3株植えてまして、まあこのようにね、右側の方はね、まあ、花穂剪定も終わっているといった状態でね、まあ、かなりね、すっきりしていますね。で、一番ね、左のこちらのピエール・ドゥ・ロンサールですけども、まあ、まだね、お花がありますが、まあ、花穂剪定ね、バシッと行っていきたいかなというふうに思います。で、花穂ね、剪定を行うことによって、まあ、このね、6月にですね、まあ、ベーサルシュートだったりね、まあ、太いサイドシュート、まあ、これからね、いいシュートがですね、まあ、どんどん出てくるので、まあ、そのためにもね、まあ、こういった終わったお花だったりね、まあ、あと不要な枝ですね、まあ、出開きだったりブラインド、そちらの方をね、まあ、綺麗にね、剪定することによって、でこのね、上の上部の部分を減らしてあげることによって、まあ、根っこの部分がですね、まあ、100としたら、まあ、この上の部分をね、減らすことによって、まあ、例えばね、60だったり50ぐらいの割合に減らしてしまうと、まあ、残りのね、その分の割合の、まあ、シュートがね、必ず出てくると、100対100のね、まあ、状態になるんですね。まあ、そのためにこの上のね、不要な、まあ、枝っていうのをね、まあ、整理していくと。で、6月っていうのは、まあ、梅雨もね、あるので、まあ、黒点病予防ですね、まあ、病害虫対策にもなるので、まあ、ある程度ね、風通しの良い状態にね、してあげるといった感じになります。はい、それではね、花穂剪定行っていきたいと思います。まあ、このようにね、まだ綺麗に咲いてますけども、まあ、だいぶね、終わってきてますので、早速ね、切りたいと思います。まずですね、こういったね、伸びた枝ですね、まあ、伸びた枝に、まあ、ちゃんとね、お花がついてくれたと。で、見てもらうとですね、でこの枝はですね、昨年の冬に誘引した枝ですね。で、この枝ですね、この枝は今年の春になってずーっとね、伸びてきたんですね。で、伸びてきてお花がね、ついたと。まあ、大体こちらのね、ステムが、まあ、20センチぐらいですかね。まあ、ステムっていうのは花枝なんですけども、まあ、このね、伸びた花枝、ステムのですね、まあ、大体5センチから10センチぐらいのね、まあ、長さで剪定します。で、当然ね、この葉っぱの付け根をですね、目安に切るんですけども、まあ、5センチから10センチと言いますと、まあ、これぐらいのね、長さになります。ちょうどね、こちらに葉っぱの付け根ありますよね。この位置で剪定してあげると、またね、ツーッとね、枝が伸びてきます。なんで今年伸びた花枝に関しては、まあ、5センチから10センチ伸びた、まあ、葉っぱのね、付け根で切ります。で、切る位置ですけども、葉っぱの付け根5ミリからね、1センチ上を水平に切るといったね、感じになります。で、全ての花枝をですね、まあ、そういったね、感じで切りますね。まあ、こちらの場合ですと、こちらの枝がですね、まあ、昨年冬に誘引した枝で、こちらの枝がね、今年の春にツーッと伸びてお花が咲いたと。なんでこの花枝の、まあ、5センチから10センチの葉っぱの付け根ですね。じゃあ切ります。まあ、こういった感じで全てのね、花枝、まずね、切っていきたいと思います。はい、お花の方ね、全て剪定しました。まあ、このような感じでね、もうピエール・ドゥ・ロンサールのお花はない状態に、ね、なってます。で、続きましてね、ブラインドの枝と、まあ、出開きの枝をですね、まあ、剪定していきます。ブラインドの枝というのはですね、まあ、大体ね、まあ、10センチから15センチぐらい伸びて、まあ、成長が止まってるんですけども、ここ見てもらうとですね、目の方がね、黒くなってますね。茶色くなってて、もうこちらの目はね、もう枯れているんですね。まあ、本来ならね、この目がツーッと伸びてきて、ピエール・ドゥ・ロンサールのね、お花が咲かないといけなかったんですけども、まあ、ブラインドのね、枝といったことでお花をつけなかったと。で、このままね、この枝残しておいても、来年もですね、お花は咲かないので、まあ、不要な枝といったことでね、剪定します。剪定する箇所はですね、もう根元からね、切ります。こんな感じですね。これでね、ブラインドの枝は OK と。まあ、こういった枝がですね、まあ、結構あるんですね。こちらの枝もですね、ブラインドですね、ここからツーッと伸びてきて、本来ならね、ここからもう少し伸びて、お花がね、咲かないといけなかったんですけども、まあ、この芽は枯れてますね。ブラインドの枝といったことで根元から切ります。はい、切ります。こういったね、感じになりますね。続きましてね、出開き見ていきたいと思います。出開きなんですけども、まあ、こちらのね、枝見てもらうと、
もうほんとね、2、3センチ伸びてね、成長が止まってるんですね。この葉っぱのね、白い汚れはですね、お薬なんですけども。で、こういったね、出開きっていうのはもう指で取れるので、まあ、つまんでもらってですね、株元にね、ピンと引っ張る感じですね。これで OK です。で、こちらもそうですね、出開きですね。もう2、3センチぐらい伸びてね、成長が止まってます。こちらもね、出開き不要な枝なので、指でつまんでもらって、引っ張るとポロンと取れますんでね、こういった感じで OK です。じゃあ、どんどんね、ブラインドと出開きね、取っていきます。はい、花子剪定ね、終わりました。まあ、このようにね、だいぶすっきりしましたね。まあ、やはりね、まあ、花柄切ってブラインドとですね、根開きを取ることによって、まあ、最初のね、まあ、状態とは全然違いますね。もうかなりね、この下の方っていうのはもう葉っぱもね、あまりないような状態なんですね。まあ、こちらのね、ピエール・デ・ロンサールに関してももう花子剪定は終わっているんですけども、まあ、全体的に見てもらうとですね、まあ、やはりね、葉っぱの数はね、かなり少ないと。まあ、これだけね、葉っぱの数が少なくてもこの6月になるとですね、もうどん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 芽吹いて葉っぱの方もね、まあ、展開してくるので、まあ、これぐらいね、すっきりさせておいた方がですね、まあ、ベーサルシュートだったり太いサイドシュートっていうのも、まあ、出やすくなるので、まあ、ここはね、思い切って不要な枝をですね、まあ、きれいに、まあ、取り除いてあげることが大事かなというふうに思います。今回ですね、ピエール・デ・ロンサールの花子剪定といった感じでね、まあ、説明していきましたけども、まあ、つるバラにね、関しては、まあ、同じね、考え方で、まあ、大丈夫かなというふうに思います。こちら、オベリスク仕立てにね、してます。ダフネなんですけども、まあ、シュラブローズですね。まあ、系統はシュラブローズなんですけども、まあ、今回のね、ピエール・デ・ロンサールとね、花子剪定は同じ感じで大丈夫です。まあ、伸びた花枝の、まあ、ステムをね、まあ、5センチから10センチ残してもらって剪定と、あとはね、ブラインドと出開きに関しては全て剪定するといった感じで、まあ、こちらのね、ダフネに関してはまだね、花子剪定、まあ、花柄切りしかしてないのでね、まだ葉っぱがもさもさしてますけども、まあ、出開きだったりね、まあ、ブラインドの枝を、まあ、剪定することでもっともっとね、すっきりすると思います。まあ、それによってね、まあ、良いシュートが出てくれると嬉しいかなというふうにね、思います。まあ、またね、何かわからないことがあれば、まあ、コメントの方でね、遠慮なく聞いてください。まあ、これからね、梅雨入りといったことで、まあ、病害虫ともですね、まあ、戦っていかないといけませんし、まあ、夏越しうまくしないとですね、まあ、秋バラもバシッと咲いてくれないといったことで、まあ、このね、6月春バラね、終わってですね、まあ、少しね、気が抜けていると思いますけども、まあ、しかしながらね、次はですね、秋バラ目指してね、頑張っていきたいかなというふうに思います。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また会いましょう。さよなら。